ご視聴いただきありがとうございます。日本代表の伊東純也が自身の女性の性加害報道についてコメント。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。このチャンネルでは足と一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。伊東純也選手に性加害報道。サッカー以外は多く語らず、サッカー日本代表でフランス1部リーグのスタッド、ランスでプレーする伊東純也選手30が女性の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴されたと、31日に週刊新潮のニュースサイトデイリー新潮が報じた。捜査関係者によると、大阪府警が女性2人の刑事告訴を受理し捜査しているアジアカップが開催中のドーハで、伊東選手はサッカー以外のことはダメだと言われたので、トークを語らず、日本代表の森保一監督はまだ全容を聞いていない、調査した上で対応をしていきたいと述べた。デイリー新潮によると、昨年6月の日本代表戦後に伊東選手と飲食を共にした20代の女性を含む2人が大阪市内のホテルで酒に酔った状態で同選手らから被害を受けたと訴えている。ネット民の声、否定だけでもしといた方がいいんじゃないの。勝手に発言したら松本人志みたいに墓穴掘るやん。被害者を刺激すると示談できるかに響く、迂闊なことは言わない方が良い。そういうもんなんかね。でも否定してるからベンチやけど試合に出られてるんだろうし、ベンチで談笑もしてたよな。応援する側も特に女の人なんて素直に応援できるように、否定だけでも一言あっても良さそうだが、とりあえずすぐ日本へ帰ってきた方がよくね。告訴の取り下げもあるみたいだし、伊藤って陰キャ感あったのに余命てよくやったな。チームの結束を重視して離脱させると思う。戦力的にめちゃくちゃ痛いけど仕方ない。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。